目的地をピッと押すことによって地図に載ってる障害物に対しては。おはようございます。ということで今回ですねマリーナ広島さんに声をかけていただきましてよろしくお願いします。吉野さんでございます。で、今回がこちらのマシンですね。これガーミンのオートパイロットがついたよということでちょっと試乗させていただきました。こいつとあとここですよね。はい、これが、オートパイロットのシステムで、これをリンクさせてここの、GPS マップなのかな、これ、こっちに入れ込んでるということで、これで確かもう価格をバーンと先に言っちゃうと、約180万円くらいのシステムだったらしいです。です。ここで、オートパイロットを実際やっていこうというところなんですけど、オートパイロットのやり方自体はめちゃめちゃ簡単で、この GPS マップで例えばじゃあもうこのままマリーナに帰っていこうっていう時にここ設定しますと、でこのオートガイダンスっていうのをポチッと押してあげちゃうと、そしたらもうこのカキイカダ避けてもう自動で引いてくれると、めちゃくちゃ ありがたい仕様に変わっております。でこのままこのナビゲーション開始ってやってあげると、あとはこれスロットルオンすると、その通りに、で吉尾さんは今もう全く舵を触っておりませんという状態で、はい、もうこれね、これで今進路に乗りましたという状態で、全部避けてくれるっていうのはね、ありがたいですね、うん、すごい、めちゃめちゃ楽ですね、これ。イカダとかをね、全部避けたルートを勝手に設定してくれるっていうのが、そうです ね、今までのガーミンでも当然オートパイロットだったりナビゲーションっていうのはあったんですけど、うん、そう、自動で線を引いてくれるっていうのが今回大きいアップデートですね。ですね、今までのは線をこう自分でなぞって引いたりとかはできたらしいんだけどね、うん、だけどこの文になってその目的地をピッと押すことによってその石だったりとかその地図に載ってる障害物に対しては避けてくれるって聞いて、それがすごいよねっていうのが今回の一番の売りみたいです、うん、
さてさて、解説をちょっとゆっくり落ち着いてやっていこうと思います。で、まず地図のデータが、こちらになってございます。はい、ちょっとね、抜き取りをさせていただいておりますが、NSA なんちゃらかんちゃらっていうもんですね。これこちら、このデータを使ってくださいということです。で、こいつがオートナビゲーションに対応した、地図データになってます。でこれを、入れてあげないといけないということらしいですね。で、ここにプチュッと差し込んであげるとこう読み込んでくれるので、こいつを閉じますと。はい、そうすると、この状態で、自動で書けるようになってくると。なので、行きたいところにこう、ね、縮尺をビビビッと変えてあげて、例えばじゃあこのワンオクに行こうかなとした時に、これで、ガイダンスってやるとこう引いてくれるよと。はい、だから島とかもこう避けてね行ってくれるよというところになってございます。で、もし仮にこれが入ってなかった場合ですね、今これ入ってない普通の通常ニューペックを、読み込んでる状態なんですけど、これでこういって、開始とすると、単純にまっすぐ直線距離で引いちゃうということなんで、できませんということになっちゃうと。なので、地図を使いたいよという時はこいつをちょっとカメラを動かしますが、はい、ここの部分にね、この船の場合はスロットルを増設してあるんですけれども、ここにこうチュッと刺してあげると読み込んでくれると、はい、いうことになっております。この対応した地図の場合であればこう島なんかを避けて自動で、引いてくれるんですけど、なぜ、2枚スロットルに挿してあるかということで、実はですね、このオートナビと言ったらいいんですかね、この地図イカダがね入ってないやつもいると。だからここ今船の位置の北側のこのイカダにはですね、認識されてるんですけど、こっち側実はねイカダがいるんです。この辺っていうのがそれが入っていないので、オートの地図を抜きますね。はい、オートの地図抜いたらこれ今ニューペック地図を読み込んでるんですけど、ニューペック側にはこういうふうに下記養殖があるぞというふうにイカダをちゃんと出してくれてます。こういったところは新しいこの地図データの中には入っていないので、そこだけ気をつけないといけないということらしいです。まあ、こういう、カキイカダがいっぱいあったりとか障害物がいっぱいあるっていう海域って、まあ、あの広島湾とか伊勢湾とか、まあ、ちょっと特殊な部分かなと思いますんで、皆さんの場合はこの地図一発でひょっとしたらいけるかもしれないんですが、一応全面的にこれを信用せずですね、皆さんが普段、走られてる海域ですと、あれここなんか障害物あるはずだけど、っていうところが見えてくると思いますんで、一回ですねこういうふうにウェイポイント出してあげた後ですね、このように、拡大縮小してですね、あこれちょっとおかしいじゃんおかしいじゃん、大丈夫だねっていうところをこうね、見て、判断をしてあげるようにしてください。でもし、これで場所が違うぜってなるとこうちょっとねこういうふうにこっちに避けたらいいんだよとか、ここをもう少しこっちだよとか、ここがこうだよとかっていうふうに変えれるので、ね、この峠島とかめちゃめちゃこうカキイカダがいっぱいあったりするので大きく避けましょうよとか、こういった形で微調整することができますので、そういった対応をしてあげてください。もしこの地図がなければですね、従来通りニューペックの地図で、じゃあここに行きたいよとして、次にじゃあこの辺を通っていこう、ここを通っていこう、これ変身追加っていうボタンがあるのでこう
じゃあちょっとこの峠島をこうぐるっとして、プリンスの前を通って帰っちゃおうかななんていう形でこういう風に手でね打っていかないといけないと、はい、こういう形でね手引きしてあげればあのニューペックの地図でもできるんですが、やはりあ、ごめんなさい、ルート保存しちゃった小野さん、ごめんなさい。やはりね、今回の売りっていうのはこの、新しい地図の方で、自動でねもうこれどこまででも行けますよ。例えばここまで行きたいってした時にオートで行ってくれってすると、まあさすがにこれ距離長いんでね、こうやって読み込みに時間はかかってますけど、今線引いてますよ一生懸命。でこれあれですよ、しまなみ海道ここら辺うねうねしてるんで非常にこう難しい、経路になるとは思うんですが、ちょっとどんな感じの経路を書いてるか見てみましょうか。あーでもなんかびっくりマーク出てますねここね、ハザードレビュー、ハザードレビュー、あ、長すぎるから区間を短くしてください出てくるんですね。なるほど、じゃあどこら辺まで書けるのかな。例えば島波のこの辺でどうだ。おー100パス、おー読んだ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 。ちょっと見てあげるとこれ大体あの島波宮久保とかね、そういった呼ばれ方をするポイントなんですが、はい、こうちゃんと島避けてますね。こういう形でね、避けてくれてて、ただこれね島をねこうギリギリでかわそうとしてくれるので、こういったところはもう少しね沖合を走れとかっていう風に、やってあげる必要があるということらしいですね。であと、まあ、あの船によりけりだと思うんですけれども、水深が浅いところはきちっと見てくれるらしいんですけど、沿海ですね、平水沿海、その辺は、判別しないかもしれない、まあ、しないらしいので、そこもちょっとね、ルート、あの平水だけ辿っていきたいよとかになった場合は、調整をしないといけないということらしいですね。はい、まあ、オーナーさん的にこれつけてどうですかっていうのをちょっとお話を伺ったんですけど、まあ満足感高いぞということをおっしゃってました。やっぱりねポイントに行って帰るまでに、まあ、周囲を必ずワッチしなきゃいけないんだけど、ハンドルをキコキコしないでいいっていうことで、まあ、いろいろね、こう軽食をつまめたりとか、周囲の安全にね、気を配る余裕ができたりとかしてるってことで、非常にいいということで、今回、もうぜひ皆さんにね、紹介してほしいということで、お声をかけていただきました。ありがとうございます。はい。まあ、こういった形でですね、皆さんの船だったり、素晴らしい偽装っていうところがあれば、どしどし紹介させていただこうと思いますんで、公式 LINE の方からぜひお声掛けしていただければと思います。直接私の方がやり取りさせていただいておりますんで、若干ね、通常のサラリーマンしながら編集しながら LINE の方ってなるので、レスポンスは悪いかもしれないんですけど、私の方でやり取りさせていただいてますんで、はい、ぜひLINE の方でお声掛けお願いいたします。はい、でちなみに、一つこれめちゃめちゃいい偽装なんで、紹介してくれということで最後にね、便利偽装という形で、撮りますが、ここですね、先ほどちょっと地図入り切りしてましたよってところ、これなんですよ、これよ、こいつです。これ、スロットなんですね。で本当はこの GPS マップの裏に、カードを、出し入れするためのスロットル準備されてるんですけど、まあこういうところ、ね、下潜っていってこう抜き差しするっていうのが非常に難しいので、ここにね増設してあるらしいですね、これで。注意点としてはこれ刺しちゃうと、どうしても左側が優先して読まれるということなんで、左側、こちら側をオートの自動で地図を書いてくれる地図情報にしてあると、ね、で、向かって右側、こちら側がニューペックの地図にしてあるという形で、オートパイロット使いたいときは両差しで、オートパイロット今いらないっていうときはこれピッて抜くと、
こういう形でニューペックが出ると。で、今オーパイ使いたいっていう時にはピッて刺してあげると、はい、こうやって読み込むという形になってるらしいです。まあこれはこれで当然オプションになってくるので、追加料金必要なんですけど、これ含めセットでもうめちゃめちゃいいシステムだよということでお話伺ってますんで、はい、ありがとうございました。